金山は、群馬県大田市金山町にある、八王子丘陵の東南にある標高235.8メートルの、独立峰である。別名、大田金山。群馬百名山に選定されている。山頂には、新田神社や金山城があり、足尾山海、赤城山、春名山、浅間山、富士山、筑波山、秩父連山らが眺望できる。 南側下に、大田市街地、北側下に、北関東自動車道と、同自動車道の大田気流インターチェンジ、東側下に4モール大田、西側下には、群馬子供の国が見え、さらには、気流市、大良郡大泉町、埼玉県熊谷市、栃木県足利市まで見渡すことができる。麓には、子育てド流で親しまれている、大抗院がある。万葉州に、 日田山として、次の二課が読まれている。金山丘陵北東部から、八王子丘陵南端にかけて、須駅及び河原の鎌跡群があり、亀山鎌跡、辻小屋鎌跡、八幡鎌跡を、はじめ6世紀後半から7世紀後半の鎌跡市群が確認されている。推定された数は12箇所で、関東地方の古墳時代鎌跡群の中では、最大のもので、 旧世紀後半までの存続が認められている。金山の名は室町期から見える地名であり、1404年9月の村田後地検目録に一書金山御神殿の記述があり、当地が信仰の対象になったことがわかる。その後、金山城として名を成していく。1926年、本島、大島、向川、成田。 渋沢田地元大田町の有志十数人が、金流寺公園金山山町間800メートルを結ぶ大田工作鉄道株式会社を設立。計画書を国に申請し1927年に許可されたものの1929年6月6日の工事指定日になっても着工しなかったため執行となり、免許が取り消されたことがある。1934年には、 三六橋から頂上まで自動車改作計画を立てたが実現せず、戦後計画を一部変更して完成した。また1937年には、金山の未浄山と相対する大八王子山200尺余りの仏像建立を計画したが、戦争のため立ち消えになった。1947年に制定された上毛カルタでは、お、大田金山子育て、 ドン流の名で知られるようになった。1970年代になると、日本オリエンテーリング協会のパーマネントコースに指定されている。金山は、八王子丘陵等とともに、足尾山地から渡らせ川の断層によって切り離された、分離丘陵群の一つと考えられている。地質は山頂を中心とした部分が新生代第三系の金山流門岩類で、これを、 北から取り囲むような形で、馬蹄型に、中世代の足を総群が取り巻いている。金山北西端には、中心魚の強採れ気岩層、新頼三系の矢物ツカルイ層油の入り業界、岩別層が分布している。金山流門岩類は、流門岩質火災岩類で、溶結業界岩を含む、火災流体積物から成り立っており、金山の主体部は、 金山流門岩類遺産と呼ばれる溶血業界岩から形成され、金山各所の石切り場跡などで、中上節理を見ることができる。金山の北東部、菅の沢遺跡で、末期釜跡13基、鉄製路3基とそれに関連する墨釜や、工房跡、及び7世紀中頃の古墳3基が見つかっている。製鉄炉は、半地下式であり、タタラによる、 鉄製鉄が行われていたのは平安時代中期の10世紀頃と推定されている。新田次郎の小説、新田吉貞では、たたらを使用し、新田吉重の時代から武器を作っている説が取られている。金山山麓は古墳時代から平安時代にかけて、全国的にも有数の幼業地帯であり、末木や埴輪の一大生産拠点であった。 小動物では、リスや本土キツネ、本土タヌキ、イタチ、アナグマ、九州のウサギ、本州ヒミズなどが確認されている。かつては鹿や猿も生息していたが、1910年年、頃には絶滅した。両生類は、ニホニアカガエル、ヤマアカガエル、シュレーゲルアカガエル、アオガエル、少数のイモリなどが生息している。爬虫類では、イシガメ、クサガメ、 日本トカゲが少数生息、山マカガシ、ヒバカリ、タカチホヘビ、島ヘビ、青大将、ジムグリ、カナヘビが確認できる。鳥では、メジロ、キジ、シジュウカラ、ショウビタキ、モズ、ハヤブサ、アオバスク、フクロウ、ウグイス、カッコウ、アオゲラ、カルガモ、カイツブリ、カワセミ、セキレイ、サシバ、オオタカ、チョウゲンボウ、ハチクマ、ノスリ、 ハヤブサワシタカなど、約100種類の野鳥が見られる。魚類、甲殻類は、ヨシノボリ、サワガニ、ヌマエビが確認されている。全体的に、赤松林に覆われているが、春には山桜、山ツ子ツ、カタクリ、水場所。夏にはクズ。秋にはキ,キョウヤマハギが見られる。他には、ヒカサキ、シラカシ、アラカシ、クヌギ、コナラも群生している。 以前は、松竹も採れ、徳川将軍家や皇室へ献上されていたが、1964年年を、最後に途絶えている。献上松竹の起源には、諸説あるが、1648年の老中将門に、記載があるため1629年立林藩主、坂木原忠治が、将軍、徳川家光に献上したものが開始時期とされている。 松茸は金山に40カ所に生えていたと言われ、県上松茸にかかる、諸費用は、金山御用地村が負担し、御用地村の送金口は3443国、余りであった。山頂付近には、軍用植物が植えられており、竹、梅、みかん、菓子、菜菓池などが残っている。標高差は、約200メートル。一年を通して登山ができる。 手軽な初級者向けのハイキングコースとなっている。東山ハイキングコース、西山ハイキングコース、北山ハイキングコースなどがあり、その他ルート上分岐はいくつも見られるが、登山の難易度は高くない山である。など、東武大田駅対抗院金流寺モータープール山頂。群馬百名山群馬県ホームページ、野山を歩く百コース、P56、群馬県の山、P56、 ABC 群馬県の地名、ピアニッシも726から727、ハット AB 群馬県の地名、P728 角川日本地名大辞典、ピアニッシも272から277、大田市子通詩編、近現代。 P746 高下新聞1926年5月12日付け高新聞1926年12月3日付太大田市市通紙編近現代 P746 高下新聞1934年8月13日付日新田神社まで自動車道を開く高下新聞1934年8月13日付太大田金山に 白衣館音より高く200尺、余りの仏像混流計画が立てられた、大田市市通信編、近現代、P746 日本 OL 協会、常設コース一覧2020.7、22アクセス。群馬県百科千九1979、P190 大田市役所、金山の地形と、地質2016.7、9アクセス。大田の文化財。 関の沢遺跡2016.79アクセス。大田市役所、金山の動物と植物2016.79アクセス。大田市市 P278。大田市市によると、同年には、イノシシも絶滅したとあるが、近年では、八王子丘陵,陵や金山、渡瀬川河川敷周辺へ出没しており、問題となっている。 大田市公式 HP 農政部農業制作課。大田市役所、金山の動物と植物2016.79アクセス。大田市市、ピアニッシュも293から302。大田市、ハイキングガイド大田市役所、金山の動物と植物2016.79アクセス。大田市市、P268。大田市役所、 金山の動物と、植物2016.7、9アクセス。大田市、ハイキングガイド大田市役所、金山の動物と、植物2016.7、9アクセス。群馬の山、P134。群馬100名山丸ごと、ガイド、ピアニッシも、26から27。群馬の山歩き130線、ピアニッシも、108から109。ありがとうございます。